それでは、カタユを、体験してみたいと思います。お、出てきました。あ、これはいいですね。いいです。どんな風にいいですか？どうしてもこうお風呂に浸かると肩の部分ってどうしても出ちゃうじゃないですか、ただこれをつけると、こう出てる肩の部分も常に温めてくれるんで、非常になんか、特に冬なんかはすごい体が温まるんじゃないかなと思いますね。いいですね、それはとても、あ、すごいいいわ。気持ちよさそうですね。すごい気持ち。あとね、ちょっとなかなか映像だと分かりにくいと思うんですけど、この首当てるところ、ここがすごい高さだったりとか、あと、柔らかさだったりとか、すごいこう楽。なんかこのままだとなんか寝ちゃいそう。気持ちよさそうですね、本当に。いいですね。これなんていうお風呂でしたっけ？スパージュ、リクシルのスパージュ。いいですね、リクシルのスパージュ。肉の厚みやっぱり全然あるし、こんな感じ。あ、これが肩に当たるとやっぱ気持ちよさそうですね、すごく。あとね、こう肉が跳ねないんですよね。そうですね、ブシャブシャしてないですね。そういったところもすごいこのスパージュの一つの売りなんで、すごい柔らかい、柔らかい。水回りのリフォームするなら